や、もともとラグビーやろうと思ってて高校2年の時に転機があって、はい、まあ、その時にプロになりたいって初めて思った。サッカーで飯食いたいって、はい、まあ、その中2回戦で神奈川の湘南高校に敗れる、うんうんうん、まあ、一番のショックだったのが頭の上から叩かれたのよ。何かを変えないと俺は上に行けないなと思ったから、そっから毎日50本。皆さんこんにちは、本日のゲストは元日本代表ディフェンダーで株式会社岩手アスリートクラブ代表取締役社長兼オーナーの秋田豊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋田さん、最初の出会い覚えてますか？それ試合じゃない？そうですね、すんげえ生意気だったもんねイケメンでさ、動けてさ、20歳ぐらいだよね、あの時。そうですね、若手でギラギラしてた時期もしてたよね、はい、俺殴ってやろうかと思ったもんね。生意気だった記憶が、そんな話いつも出ますもん ね、はい、いや、だから今は、はい、もうなんか全然変わったよね丸くなったっていうかさ。あ、そうですね、まあ、あの秋田さんももう怖いなって思いながらも、だってさ、俺はさ、はい、それで売ってる選手だったじゃん、はい、プレーの部分ではこう交わることが少ないじゃないですか。そうだよね、こうぶつかることがないので、うん、なので僕は口で、うん、秋田さんに反抗してたっていう。いや、でもね、大変だったと思うよ、はい、そんな交わるところがあったら、はい、多分潰してたよ。やばいですよね。いや、本当に本日は秋田さんのサッカー史を遡って伺っていきたいんですけれども、もともと野球をやっていたんですよね。そうそうそう、野球が好きで、ソフトボールから入ってって、野球はもう夏だけで、はい、で冬は何もやることないからサッカーがやれるっていう環境だったんで、冬が終わったら今度野球やってっていう、はい、両方やってたんだよね。で、野球の方がセンスあったの、ピッチャーで、はい、その3番バッターでって、はい、うん、それがなぜサッカーに行った？中学校が、まあ、たまたまサッカー部が強くて、はい、野球部もそんな強くなくて、はい、これじゃつまんないなと思って、まあ、その時にもサッカー部の先生に誘われてて、はい、それで。ちなみに最初のサッカーのポジションはどこだったんですか？サイドバックかな。サイドバック？4年生の時に。プロでもサイドバックやってるんで、それもつながってるかもしれないですね。いや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 、その後俺フォワードだから。あ、そうなんですか。大体運動神経いい選手ってフォワード行くじゃん。まあ、そうですね。そっから中学校行ってからは中盤やったり、ディフェンス、スイーパーみたいな、はい、なって行ったかな。あ、じゃあもういろんなポジションをやって。やったやった。ちなみに中学校のそのサッカー部に入ってからの、うん、中学の部活の成績ってどうだったんですか？中2で東海大会で準優勝、はい、おすごい。あの藤田俊也とか、はい、三浦文武とか、はい、あそこら辺がいた。五中ですかね。五中五中五中、はい、コテンパンにやられてやられて、うん、全中には出てるってことですか？全中は3年生の時に出れた。東海大会でもうその藤田俊也たちがいて、はい、強くて全国大会に2位で出たんだよね。はー、うん、東海地区2位で。東海地区全国大会では1回戦。その時には長井、お、秀樹さん、そう、長井と当たって、でそこは優勝したんだけど。じゃあもう当時からその J リーグで活躍するような選手たちとはその中学校の時に対戦してるって。もう合ってる。そしてその全国大会全中にも出て、高校は愛知高校で進学されますけども、うん、進学のこの決め手は何だったんですか？いや、もともとラグビーやろうと思ってていろいろ出てくるな。じゃあなんでかっていうと、はい、で下手だったの、まあ、今までも下手だったんだけど、まあ、一番強い学校っていうのがその頃中京、はい、中京大中京、まあ、今で言う、はい、そこが一番強くて、はい、そこに4人誘われていった、はい、で俺は選ばれなかった。わ、はい、っていうことはそういうことじゃん、うん、いや、これだったらもうなんかやっぱり、いや、サッカーやってても難しいだなと思ってて、はい、サッカーやめてもいいかなと思って、それで、まあ、星稜高校っていうところが強かったから、はい、ラグビーそこ行こうと思ってて、でその時に多分中学校の監督が、はい、愛知高校っていうところの、まあ、監督に、は浮いてるから取ってやってって言ってくれたんだと思う。そこでラグビーに行こうと思ったけれども、その監督のつながりでサッカー部で。それに対してはどう思ったんですか？
でもね、誘われたからちょっと嬉しくて特待でもって言われてはい、はい、マジでみたいな。ちなみにその愛知高校では1年生の時から試合に出場してましたか？うん、選手権にも出たんで、その時に全国大会行く時にちょっとメンバーに入って、うん、試合に出そうかなっていう感じだったんだけど、うんうん、腰痛で出れなくて、はい、ではスタメンを獲得したのは2年生から、ね、2年からだね。ほうほうほう。高校2年の時に転機があって、はい、その時にプロになりたいって初めて思った。サッカーで飯食いたいっていうの、はいはい、地域対抗戦っていうのが昔ないなかった。東海、関東、関西のこの先発チームで試合を やって全国大会みたいの、はい、それに選ばれたの。2年生で本当は選ばれてなかったの、はい、その中京のエースの子が選ばれたんだけど、はい、その子が怪我をして、だからもう代わりにじゃあ秋田行ってこいって言われて、はい、行ったら藤田俊也、はい、山田、はい、三浦文武とかいっぱいいて、清翔当時、そう清翔ですね、清翔、はい、星谷なんかもね細くてね、うん、だけどめちゃくちゃうまかったし視野がね広いし、はい、文武はドリブルでキューっていくしね、はい、山田とかもウイングでね、はい、もう速いし、はい、ボール奪ったら渡すだけで、うん、全部点取ってくれて、うん、優勝しちゃったの、はい、全国優勝なんてしたことなかったからびっくりして、 うわーよかったと思ってたら東西対抗は対抗っていうのにも選ばれて、最後のあれですよね、 その優秀選手、そう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 、西と東で分かれて、それでそのいやもうサッカーで飯食いたいって思って、なんか武器がなきゃいけないなって、うん、何もね武器がなかったらやっぱり松井だって一郎だってやっぱ武器は持ってるじゃん、うん、はい、そういう武器をってなった時にいやヘディングだと、うん、そっから毎日50本っていうヘディングの練習が始まったんですか？あれが始まったの。まあその1年生2年生を経て3年生の時にはその中京大中京にを破って全国高校サッカー選手権に出場されますけど、うんうん、まあトップ4というかその中には入れなかったっていうやっぱ悔しさみたいなと。いや悔しさあったね。でもその悔しさがあったから最終的にこの中京高校に、うん、最後3年の時に勝ったのよ。わこの中京に勝った時その4人は出てたんですか？そりゃ出てるよまあその中2回戦で神奈川の湘南高校に、うんうんうん、敗れると。その湘南高校とやった時に、はい、まあ、一番のショックだったのが頭の上から叩かれたのよ。え、そう高2からもう高3にかけてはもうヘディングといえば愛知県ではもう秋田って、はい、秋田といえばヘディングって言われるぐらいもう代名詞だったの、はい、誰にも負けないという、そう負けない、はい、だけどそれがもう頭の上から簡単にやられた。うわこれどうしよう、こんなんじゃ飯食っていけねえなって思った時だったね。秋田さんにとってどういう存在ですか高校サッカー選手権って？いやもう最高だよね。最高ですか？やっぱり今でもなんか見ると、うん、なんか思いっていうのがあるじゃん、うん、はい、高校サッカーってすごい熱いものも感じるし、はい、俺プレーを見てその人たちの性格とか見るタイプだから、うんうん、この子たち一生懸命やってこれにかけてるっていうか、うんうん、今でもそうだしあの頃もやっぱりその高校サッカーっていうのは、うん、もう俺たちの夢だよね。そして高校卒業後特待生として愛知学院大学に進学されますよね、うん、でその時に大学も中央大学 と、はい、と同志社大学の話がふわっと、まあはい、枠が名古屋にもあって愛知県にもあって、うんうん、それでどうだみたいな話があったんだけど、はい、それじゃなくて、まあ、地元でっていう形で、うん、そしてその愛知学院では1年生から試合に出場。1年生からじゃないのちゃんと言えばもう3月からレギュラーだった。あ入る前にキャンプ行ってそう、もうすぐにレギュラー自分のポジションがあった。その時ってどういうプレイヤーだったんですか？そのでももうガンガンもう声出してたしガンガン声出すようになったのはいつからなんですか？いやもともと小学生からですか？いやもう小学生はフォワードとかやってたからあんまりなかったけど、
もう中学校からはやっぱり声出すようになったね。秋田さんと一緒に試合に出るとずっと声が聞こえてくるんでいやでもそういうもんじゃないの。いや中盤の選手からするとやりやすいですよ。ただ情報量すごい半端ないずっと喋ってる、ね、ずっと喋ってる。で大学2年生の時バルセロナオリンピックの日本代表の候補に、ね、大学1年かな1年の、それまでそのイーストウェストとかありましたけど世代別の日本代表に選ばれるっていうことはあったんですか。全く。いやだって中学校の時だって5番手だよ5番手。まあ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 、でもどうでしたその日の丸の場所に選ばれるっていうのは。いや逆に違和感あったね。っていうか自分のチームって思えないっていうところがあってやっぱ苦しいんだかな。周りのレベル高いし、はい、まあ気を性の人間いっぱいいるし、はいはい、まあ、そしてそのバルセロナオリンピックの候補に入っていたもののメンバーからは落選と。これ何が足りなかったんですかその当時。全てでしょ、まあ、その頃ちょうどプロが始まりますよって93年、もう大学4年生終えた時に元年になるっていうぐらいの話が出てて、これじゃあ俺はプロになれねえなっていうふうに思ってて、でそんな頃に二浪して愛知学院に入ってきた同級生がいて、そいつがいや俺パワーリフティングで全国優勝したい、いやいやいやすんごい細いんだよすんごい細くて、お前それじゃ無理だろって言って、いやでもやりたいんだっつって、今から練習してっつって、いや秋田もやらないっつって、へでそのウェイトっていうあのパワーリフティングっていうよりもサッカーやるためにその筋力をつけるっていう、まあ、その高校選手権の時に頭の上からやれたっていうのもあるし、バルセロナのその落選したことも何かやっぱ足らない、何かを変えないと俺は上に行けないなって思ったから、ウェイトをもうその毎日だね、ほとんど毎日3回やって1回休んでって、試合も関係なくやってた。そしたらもう体がバーンと大きくなって、体重もバーンと大きくなって、それが認められて大学卒業後ですか。そうだね、93年に鹿島アントラーズに、ヘディングはもうスーパーだったから、でクロスからやられたことも1回もない、負けたこともないし点取られたこともない。あの時の鹿島アントラーズの強さの要因って何ですか。ジーコだね。ジーコさんから学んだことって戦うこととトレーニングで出し切るっていう、出し切ること、それが上昇軍団の礎になってるってことですかね。そうだね。